今日は第二金剛塔体から第三金剛塔体までを用法をお伝えしたいと思います。では討論をそこまでやってみたいと思います。まず第二金剛塔体から八角粒子沈羅が入ります。八角粒子社交用法、初秋最初に納めて前頭用法、つなぎ動作、もう一度社交用法をします。再び収める最終前頭用法、遠視水、第三金剛塔体。